皆さんこんにちは。このところ可愛いと評判で2023年3月ドラマ君に届けに出演で、ドラマや映画に引っ張りだこの人気女優南沙良さん。そんな南沙良さんの歴代彼氏やどのような学生生活を送ってきたのかを中心に調査しました。学生時代のエピソードや情報なども合わせてご紹介いたします。まず南沙良さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名南沙良、生年月日2002年6月11日、出生地東京都世田谷区出身。身長161センチメートル、体重41キログラム、血液型 A 型。続いて南沙良さんの学生生活、学歴についてご紹介していきます。出身小学校は東京都にある私立の共学校、聖ドミニコ学園小学校です。この小学校はキリスト教育を行っていて、幼稚園から高校まで同じ敷地内にある一貫校です。また小学校までは男女共学となりますが、中学校と高校は女子校となっています。家族構成は両親と兄の4人家族で、南さんは幼稚園の頃から女優の仕事に憧れがあり、女優になりたいと思っていたそうです。ただ南さんはインタビューでは、女優になりたいと思い始めたきっかけは正直ないんですと話していました。ただ小さい頃にリスやインコになってみたかったり、自分以外の何かになることに憧れがあったそうです。また小学校の頃にはクラスの中心となるような人気者の女の子に憧れて、その子になってみたいと思うこともあったようです。幼い頃は一人で遊ぶことが多く、何かになりきりながらごっこ遊びもしていたとインタビューで話しています。南さんは幼い頃からモンスター映画や怪獣映画を見ることが多く、映画に登場する大きい生物が好きだったそうです。小学6年生だった2014年におじさんが見つけてくれた第18回ニコラモデルオーディションに応募し、グランプリを受賞しました。ちなみにこのオーディションでは、ガワショウアスカさんや宮原響さんらもグランプリを獲得しています。続いて出身中学校は私立の女子校の聖ドミニコ学園中学校です。この中学校は1962年開校のカトリック系のミッションスクールです。元キャンディーズの藤村美希さんやテレビ朝日の田原萌さんらがこの中学校の出身者です。前述するように南さんはこの学校の系列の小学校に通学していたことから、この学校には内部進学で進んでいます。ただ南さんは中学時代に東京都の世田谷区から神奈川県川崎市に転居したことから、公立校の川崎市麻生中学校に転校しています。南さんは中学時代は美術部に所属していました。前述するように小学校時代にファッション誌ニコラの専属モデルとしてデビューしていることから、中学時代も3年間通じてニコラのモデルを務めていました。中学3年生だった2017年に映画幼子我らに生まれで女優デビューを果たしました。初めて映画撮影を経験した南さんはインタビューで次のように話しています。本当に右も左もわからない状態だったのですが、そんな中で皆さんが支えてくださったりアドバイスをくださったりして、すごく恵まれているなと思いました。南さんはこの作品の出演で第60回ブルーリボン賞にノミネートされましたが、結果は落選に終わっています。そして同年にレベッカの新曲恋に落ちたらのミュージックビデオに出演しています。中学校を卒業目前の2018年の2月にはニコラで書評誌を飾っています。このように南さんは中学校時代に女優やファッションモデルとして大きく成長しています。続いて高校時代です。南沙良さんの出身高校は私立の共学校のルネサンス高校です。この高校は茨城県大子町に本部がある通信制高校で、首都圏や愛知県、大阪府などにキャンパスを展開しています。在籍する芸能事務所レプロエンタテイメントのタレントの寺本リオさんや北村結衣さん、古畑星奈さんや高見直さんらが目黒日本体育大学高校の出身なので、当初は南さんも目黒日本大学高校に入学したかと思われました。前述するように南さんは中学時代から芸能活動をしていたので、幅広く活動できるようにこの高校の通信課程に進学したのでしょう。南さんはインタビューで、私も高校生だけど制服を普段着ることがないのでと話していました。ちなみにルネサンス高校の制服着用は任意で、私服での登校も可能です。また勉強はできる方ではないともコメントしています。その一方で高校時代は積極的に読書などをしていました。視野を広げるためにも、私はお芝居以外に様々な映像作品や小説に触れたり、自分で何かを作ってみたりして、たくさんのことを吸収するようにしています。多くの価値観に触れることで、自分の考えが変化したり、
自身を見つめ直すきっかけになったりすると思います。私は読書が好きなので、最近では川村元気さんの4月になれば彼女は、いや吉本バナナさんのキッチンを読んでいます。仕事面では高校1年生だった2018年には映画しのちゃんは自分の名前が見えないで映画初出演を果たしました。映画初出演にして喫音症で上手に言葉を喋ることができない女子高生という難役に抜擢されました。オーディション前には原作のコミックを読んでいて、絶対に主演をやりたいという気持ちが強かったそうです。南さんはこの作品と出会ったことでコンプレックスへの考え方が変わったそうで、インタビューで次のように話しています。自分の中にはコンプレックスや嫌だなと思う部分がたくさんあるのですが、今まではどうやって排除しようかとばかり考えていました。でも個性としてしっかり向き合うことの大切さを学びました。この映画での演技が評価され、 W 主演の牧田さんとともに第43回報知映画賞新人賞と第33回高崎映画祭最優秀賞新人賞を受賞しました。また南さん単独で中学時代に一度逃した第60回ブルーリボン賞新人賞と第28回日本映画批評家大賞新人女優賞を獲得しています。また同年9月には江崎グリコポッキーのイメージキャラクターに起用されて CM 初出演を果たしています。初の CM 出演だったこともあり、南さんはインタビューで次のように話しています。すごく緊張していて、撮影前日の夜も早く寝たら朝7時に目が覚めてしまいましたが、宮沢さんも大倉さんも気さくに話しかけてきてくださったので自然体でできた気がします。また2019年1月にはドラマココアでドラマ初出演とともに初主演を果たします。そして同年3月にニコラの専属モデルを卒業しました。南さんが高校2年生だった2019年5月には映画居眠り岩根で時代劇にも挑戦しています。南さんはこれからは一つの型にはまらないいろいろな表現ができる女優になりたいです。実力は女優である新垣結衣さんや二階堂ふみさん、満島ひかりさんに憧れて、いつか一緒にお芝居がしてみたいそうです。さらにこのところは CM などで歌を披露して話題になっています。今後はさらにメディア出演が増えていきそうですね。そして南さんは高校卒業後は大学などに進学せずに芸能活動に専念しています。高校も通信課程ですし、勉強も得意でないことから仕事一本に絞っていたようです。とはいえ高校卒業後の2021年4月にはテレビドラマドラゴン桜に出演して話題になっています。このテレビドラマではキング&プリンスの高橋海人さんや元欅坂46の平手友梨奈さんとともに中心的な生徒役を演じています。すでにテレビドラマや映画では主演を経験しており、今後も話題作の主役級に起用されることは間違いなさそうです。次に南沙良さんの歴代彼氏についてご紹介します。南沙良さんの歴代彼氏1人目はジャニーズグループスノーマンメンバーのラウールさんです。南さんとラウールさんに共演歴はありません。南さんとラウールさんが噂になったのは匂わせ投稿がきっかけだったようです。匂わせ1ケーキの名前、南さんのインスタグラムの投稿に誕生ケーキの画像があり、そこにサラ・マイトと書いてあります。サラ、ナンサリョ、マイト、ラウールであるため、南さんはラウールさんを匂わせているのではという疑惑が浮上しました。南さんもラウールさんも誕生日が同じ6月であるため、もしかして一緒にケーキでお祝いしたのではとの声も高まったようです。しかしインスタグラムには誕生日が数日違いの兄と私と書かれていますので、マイトさんは南さんのお兄さんなのではとも言われています。匂わせに恐竜バルーン、南サラ2020年6月11日に恐竜のバルーンの画像を投稿。ラウール、恐竜好きで有名、自己紹介ラップにティラノサウルスの歌詞が入っている。ラウールさんはティラノサウルスと愛称で呼ばれるほどの恐竜好きであるため、南さんは恐竜のバルーンでラウールさんを匂わせたのではと噂になったよう。ファンの間ではラウールとの交際匂わせなのとの声が相次いでいます。しかし南さんも大の恐竜好きなんだとか、ラウールさんも南さんも恐竜好きという共通点から匂わせ疑惑が浮上しましたが、現在では偶然の一致で匂わせの可能性は低いのではと言われています。匂わせさん誕生日に男性の声、最初に紹介したケーキの匂わせの投稿の動画の中に男性の声が入っており、この声がラウールさんのものなのではと噂になったようです。しかし実際にラウールさんの声と比較してみると、動画の男性の声よりもラウールさんの声の方が若干高めであることがわかります。南さんはインスタのコメントに
誕生日が数日違いの兄と記載していますので、動画の男性の声は南さんの兄や友人の声の可能性の方が高いのではと言われています。匂わせ、インスタのコメント修正。南さんは前日でご紹介したインスタグラムのコメントを修正前、今年も家族と幼馴染がお祝いしてくれました。修正後、誕生日が数日違いの兄と私を今年も家族と幼馴染がお祝いしてくれましたからと修正していることが判明しています。最初に投稿したインスタグラムではコメント欄に一緒にお祝いしているのはラウールなのではとのコメントが相次いだため、本文を修正したとみられています。誤解を解くために修正された本文コメントでしたが、一部ファンからは修正するなんて余計に怪しいと匂わせ疑惑が深まる結果となってしまいました。同じ高校在学中に交際していたとの噂も浮上していた南さんとラウールさん、しかしその後デートの目撃情報などもされておりませんので、本当に交際していた可能性は低いのではと見られています。南沙羅さんの歴代彼氏2人目は田中圭さんです。南さんと田中圭さんは2022年映画女子高生に殺されたいで共演しています。南さんは映画内で田中圭さんのネクタイを締めるシーンを演じています。恍惚とした田中圭さんの表情が何か怪しいと熱愛疑惑が浮上しました。怪しい雰囲気が話題となった南さんと田中圭さん、しかし熱愛報道はされておらず、交際していた可能性は低そうと言われています。南沙羅さんの歴代彼氏3人目は鈴鹿央士さんです。南さんと鈴鹿央士さんは2023年ドラマ君に届けで共演しています。とてもお似合いに見えたことから熱愛疑惑が浮上しました。しかしその後熱愛報道やデートの目撃情報などはされていないため、交際していてほしいというファンによる願望が一人歩きしてしまったのではと言われています。南沙羅さんの歴代彼氏4人目はジャニーズグループなにわ男子メンバーの大西流星さんです。南さんと大西流星さんは2022年映画この子は邪悪で共演しています。南さんと大西流星さんは映画内で一緒に謎を解いていく幼馴染を演じています。一緒に行動することが多かった南さんと大西流星さんの関係が親密そうに見えたため熱愛報道が浮上しました。しかし共演作以外での噂は浮上していないため、交際していた可能性は低いのではと見られています。では2022年現在、南沙羅さんに彼氏はいるのでしょうか。結論から申し上げますと、南さんに彼氏がいるとの報道はされていないことが判明しています。南さんは2022年現在映画やドラマに引っ張りだこで超多忙ですので、彼氏を作る時間がないのかもしれません。またさらに演技力を磨けば女優としてブレイクするポテンシャルを秘めています。第二のガッキーと呼ばれ大きな期待も背負っているので、今後のさらなる活躍にも期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。